発の赤い缶タンク。3、2分経過。
の若い簡単部さん、ゆうくん経過。Ugh.
やっぱタイム遅いな。ノー休憩で行きます。ハーフポイントです。ハーフです。
い寒暖区3、20分経過。
やったぞ。昨日の分取り返したよね。やったぞ。もうありがとね。お疲れ。お疲れみんな。やったよ。ロリコ P さん、お疲れ。もうありがとね。もうありがとう。お疲れ様です。みんなボンに、ボンに、ボン、あのタイムキープ30分間やってくれたんで、ボンにパチパチお願いします。ボンありがとう。助かった。お疲れ。お疲れ様です。もうありがとう。疲れた。前半ちょっとね、タイムがあれだったけど、後半まくりました。後半まくりました。11日目だよね、今日。11日目、戻り。大変だった。汗が止まんない。水飲みたい。帰ろう。ギリッと30秒巻きだね。30秒でいいでしょ。29分30秒。本当はね24秒とかだったけど、まあ覚えづらいから29分30秒でいきましょう。今日のタイム、ギリだったね。でも昨日37分かかってるんで、すげえ悔しかったんで良かったです。不安が飛びましたね。不安が飛びました。昨日ちょっと体調だかなんだか分かんないけど、すげえ遅かったんで。7分まくったのはかっこいいでしょ。昨日何だったんだろうね。腹減った。まあ体調とかもあるんだろうね、多分ね。ロリコ P さん、頑張った。赤い簡単。頑張った。今日は後半ほんと気合い入れた。前半のペースは変えなかったけど、よかった。よかった。普段走らない道だったからかな。でもね、高低差がない道なんだよ。だから、なんでなんだろう。理論上だと向こうの方が速いはずなんだけどね。Google マップで距離も確認したら、両方とも5キロだったんだよ。こっちの方がコースとしては難しいはずなんだけど、上り坂があった方が俺楽なんだよね。上り下りがあった方が、ペースを変えられてすごい楽なの。上りの時は上げるの、俺。で、下りの時は膝壊さないようにゆっくりめに走るってやってんだけど、で後半が上り坂連続なのね。だから追い込むっていう、その体の負荷かけるっていう、多分ね、あのね、一番ね、多分ね、昨日分かりづらかった目標物がないんだよ。こっち行った大通りなのね。だからあそこのビルが何分で、あそこの信号が何分でって分かるんだけど、昨日のはずーっと平坦な道を走らされてる感じがして、今どこ走ってるんだろう。それがよく分かる。とりあえずね、目標は1個の目標は達成できたんでよかった。そう、距離感がつかめない。とりあえずポカリが飲みたい。帰ろう。
いや、よかった。あ、皆さんもしよかったら無料分のお茶爆いただけると嬉しいです。無料のポイントお茶爆使っていただけるとおすすめ欄に乗っかるんで、おすすめ欄に乗っかると閲覧500とかになるんで、あの500とか閲覧いくとレベルがすぐ上がって、あの中西マンの時みたいになるんで、もしよかったらお茶爆よろしくお願いします。本当にコインありがとう。あのツイキャスはね、アイテム投げれば投げるほど閲覧が来る仕組みになってて応援しやすくなってるんで、ぜひ皆さんお力を借りたいです。よろしくお願いします。お茶イコールその広告だと思ってください。お下の方に書いてあるアイテム欄のマジックポイントが高ければ高いほどおすすめに乗るんで、よろしくお願いします。無料でも応援できるっていいよね。疲れた。今日調子良かったね、ボンネ。今日すげえぴったり測ってくれて、すげえ参考になった。いや、ボンがね測ってくれなかったらこのタイム出せなかったよ。ありがとう。ボンがいなかったら絶対このタイム出なかった。いや、あれは BMM が勝ってそういう戦略を立てた。あ、じゃあ今日調子いいね。いいね。だいたいね、マラソンランナーのペースが25分なんだって、平均が。だいたいランナーは25分で駆け抜けるらしいよ。で、25分のタイムが出たらもうマラソンやってますっていう感じなんだって。マラソンっていうか、そのなんつうの、陸上のアマチュアの大会の平均が25分だって。だ、25分目標にやればまあいいんじゃないっていう、やってるっていう。まあでもね、走るのが目的になったらダメだからね。あくまでこれは日課だからね、ボクシングにとっては。毎日淡々とこなすワークだからね。赤い簡単譜3筋トレの一つだもんで、うん、トレーニングの1個でも一番大事なトレーニング。技術は上がんないから基礎体力作りだね、スタミナと。飲む。あ、でもよかった、昨日の不安が飛んだ。昨日何だったんだろう。結構ね、昨日2つの赤い簡単譜3よかった、ピカピカ。昨日も結構頑張ったんだけどね、サボペース抜いてさ、今日休みながら走ろうっていう日も作っていいんだって、5キロ走るんなら。だけど飛ばし気味で走ってあのタイムだから気にはなるのよね。こっちのコースメインで走ろう。
前半をね16分台でターンしたいかな。前半を16分台でターンして、で後半今日のペースで走ったら28分、もう1分削れるかな。まあ、でもね、道路だから信号のね兼ね合いもあるからね、運もあるんだよ。だから飛ばし気味で走って信号でしっかり休む、でなるべく信号を通過できるように、で信号捕まったらしょうがないから捕まる前提で速く走るっていう、ダッシュ気味で。ペース配分もあるからね、体力のね。トートーさん、ワドさん、ファイト2つの赤い簡単譜。さて、楽しみの朝飯だ。何食べよう。引っ込んできたからね、だいぶ脂肪が燃焼してきた。もうマジでさ、捨て頃の試合これ続けたら多分腹筋割れると思わない？このペースでいったら半年間毎日5キロ走るんだよ。でプラストレーニングでしょ、絶対腹筋割れるよね。プラスな、 100m ダッシュ、 100m っていうか、まあ、ダッシュ10本と反復横跳びも入れていきたいんだよね。最初の1ヶ月はランニングだけにするけど、ロードワーク、この後にダッシュ入れて反復横跳び入れてって追い込んで、その瞬発力今度上げないと。初めの一歩みたいに重りつけてもいいかもね。砂袋、2つの赤い簡単譜さん、どこかトレーニングできるとこあれば良いんだけどね。まあまあマイペースにやってこう、大丈夫だよ、流れが来るから、いろいろと楽しもう、焦ったら負けだから、やれることを着々とやってこう。親父がよく言ってたよ、何もなくたって強くなれるって。大丈夫。ただいまペコ。さやちゃん。ただいま。ポン2つの赤い簡単譜さん、みやびが結構いい感じに仕上がりつつあるからね。ボクシングやってないのになんで仕上がりわかんだよ。仕上がりってまだ始まったばっかりじゃん。仕上げはまだまだでしょ。仕上げっつうのは後半1ヶ月のこと言うんだよ。本2つの赤い簡単譜さん、カズウンさんの言葉真似た www あ疲れた。
年取ったのかさ、ベタベタになるんだよね、油が。髪の毛がギトギトになるの、走った後乾くと。おっさんだよね。汗の中にさ、油分がすごいんだろうね、多分。汚ねえと思って。年取ったよな。へこむぜ。いや、疲れた。ポカリ飲もうね。ちょっと待ってね。ポカリ。体重計欲しいな。今体重何キロなんだろう俺。ポン2つの赤い簡単譜さん、でも正直今までの宮城よりフットワークも軽くてパンチも重たくなってるよ。カズーンさんもパンチが重たいって言ってた。あ、パンチもともと重たいよあの人、うん、パンチはもともと重たいんだ。ボン、大丈夫。あのね、パンチ俺も重たいからだからね、同ファイターなんだよ、実は。同じファイトスタイルの。もうだから、どっちが強いかシンプルな戦いになるよ、これ。2つの赤い簡単譜さん、 Y 赤い簡単譜、ワドさん頑張って。 F 2つの赤い簡単譜、
うまい。KP、KP。うん。ポン二つの赤い簡単符、三 KP。と思ったよりもです。頭クラクラするな。お茶バカありがとう。ういっすー。お茶バカありがとう。ういっすー。サンキュー。
お伝えありがとう。あれ星ついてないんだ。もうあれ、あ、お茶投げるときはつかないんだ。普通のコメントのときしかわかんないんだね、星マークは。なんでボン星ついてねえんだと思って。ボン2つの赤い簡単符3、星あるよ。星あるよね早くレベル50になりたいね。早め今年中になりたいね。ボン2つの赤い簡単符3、うんうん。ねえ、そしたらね、星消えないもんね。まあでもレベルごとに星残るからね、記録にね。早くレベル50になれるように応援して。本2つの赤い簡単符3、まずは閲覧数だね。うん、閲覧数上げるためにはほら初見さんに呼ばないといけないから、おすすめに乗らないダメなのよ。もうこっから先はね、おすすめどう乗るか勝負になってくるよ。新規のリスナーさんをどれだけこう来てもらえるようになるのかだと思う、こっから先は。企画とかやったりとか、いろいろやっていかないとね。人が集まる、おすすめに乗って、みんなが楽しめる企画を打って、なるべくおすすめ乗っていけるようにならないとね。で、徐々におすすめになったらレベル50になれるよ。おすすめ100人しか乗れないから。60人しか乗んないのか。はい、こんにちは。おすすめ60人だ。今、乗るのは。変わったんだ。急上昇のおすすめには載ってるね、パソコン。急上昇ランキングには載ってる。この急上昇ライブ。アリザイス。急上昇ライブっていうのには載ってるから、徐々にやっぱね、メインのトップページに載っていけるよ。でもだんだん載るようになってきたね。だんだんと。毎日の積み重ねが一番強いから。浮き沈みはあって当たり前だからさ。コメント数も重要らしいよ。もうおすすめ消えちゃったもん。コメントが止まるとおすすめから消えんの。今乗ってたのに、もう乗っけちゃったよ。ドリコ P さん、キャスも覚えていきます。また慣れません。要は、コメント書いたり、お茶を投げたりしないと消えちゃうの。
ほら、もう消えてるぞ。さっきここにいたのに。と、お茶。もう、要は盛り上がってないと、すぐおすすめから消されちゃう。そうそう、3、71分経過。おせえわ。ちょっと面白いな。何を測ってるんだよ。もう走り終わったわ、特に。本2つの赤い簡単譜、3、www。ちょっと面白かったな。www。今のはちょっとずるいよね。突っ込みやすかった。ナイスボケ。マーカさん、ドンちゃん、こんにちは。コメントを書くとか、まあ普通の配信だよ。盛り上がってるところに人が集まって運営がおすすめするっていう仕組みだから、盛り上がってないところはツイキャスはすぐ弾かれちゃう。のりこ P さん @BA04NSBZ1I13JAU こんにちは音符。疲れた、ご飯食べたい。でもさ、痩せたよね、俺。あ、花火ありがとう。俺痩せたよね、この10日間ぐらいで。10日間つうか、年明け入ってから。ほっぺたもね、あの、顔がシャープになってるんだよね。顎が出てきた。ね、痩せた。お腹もね、引っ込んできたもん。まだ太ってるけど、まだデブだけど、だんだんね、絞れてきた。肩周りの筋肉つけたいんだよね。パンチ打つとき、肩から先はいらないんだけど、腕の筋肉いらないんだけど。そうそうさん、げっそりした W。げっそりもしてるかな。その肩周りとか背筋とかこの辺、背中からここにかけての筋肉がないと、バーンって、バーンって。ボクサーって背中がっしりしてるじゃん。腕の筋肉っていうよりもさ、ここまでが発達しててほっそりしてるじゃん、全体的に。スパンって抜くんだよね。肩つけたいんだよね。腕立てかな、肩は。軽く筋トレも入れたいんだよね。そう、体をでかくするんじゃなくて、その土台を3、ボンもインフルエンザでに痩せた WWW。2キロは相当、よかったじゃん。痩せたい痩せたいって言ってたから。痩せたんじゃなくて、やつれたんでしょ。それは。体液が飛んだんだし。ポン2つの赤い簡単譜3分 W。 2キロは結構きついな。大変だったでしょ。もう体調良くなったの？もう治ったの？大丈夫かな。良くなったのかね。そうそうさん、2分2ラウンドで子供の喧嘩みたいな試合を期待してます。Y。ポン2つの赤い簡単譜3、まだ治ってないけどもう少しで治りそう。多分すぐ決着、1ラウンド決着あると思うよ、今回。あの、お互いインファイターだから。バッチバチ殴り合いになると思うから。お互い噛み合うし、お互いのいいところ出る試合にはなるんじゃないの、タイプ的にね。あのね、前にスパーリングやった時もやりやすいなとは思ったの。お互いに。噛み合うんだよ。インファイター、インファイターでシンプルだから。そうそうさん、あ、タイムキープ忘れてた。今何分？もういいから。欲張るなって。笑い取れたら欲張るなはもう鉄則だから。もう2個目で笑い取るの相当難しいよ。ああ。
悪い。ノリコ P さん、インフルエンザは予防接種したのでならないといいのは。大丈夫だよ。すぐ一個受けたネタは面白くないやつの鉄則だから。一個受けた。そうそうさん、もう少しいけると思った。そこはさりげなく、何分経過って書いた方が面白かったよ。忘れた頃に。こすったらダメだと思った方がいい。で、ドカンと受けた笑いは、もう、やるなっていう。鉄板だから。鉄板。そうそうさん、のんちゃんプロリスコメント講座して W。 のんちゃんはコメント下手だからね。のんちゃんコメント上手いタイプじゃないから。米職人系ではないもん。米職人上手いの誰だろうな。カレー王とかコメント上手いけどな誰だろうコメント上手いの。でもなんかコメント職人ほんといなくなったよな。昔マジで面白い人いっぱいいたのに。ほんと米職人減った。コメントで笑い取るの難しいかんね。なんかね、ただ悪口書いてれば面白いみたいなクソみてえなリスナーばっかりになったよね。そうそうさん、カレーさんキャス来ないね。カレーさんはね、ふわっちだけだね。ツイキャス、あんま、あれだね。今日何食べようかな。そうそうさん、タンパク質大量にクワニア。タンパク質ね。プロテインも取った方がいいのかな。どうなんだろう。
マーカさん、バンバンバンダの顔、バンバンバンダの顔、バンバンバンダの顔、今読み上げのビって流行ってます。おお。おお。そうか。流行ってるんだ。うん。そうかとしか言えないね。そうそうさん、タンパク質支援しよか、鶏術さでいい。屠殺配信。のんちゃんがトラウマになるからやめて。マーカさん、ちょっとつぼるでしょ。うん、あんまりグッとこない。のりこ P さん、パンパンパンダの顔。流行らせる、絶対やると思ったわ。そうなるから嫌なんだよね。そうそうさん、クロワッサン、クロワッサン、パンダの顔。のりこ P さん、真似したくなる W。わかる。気持ちはわかる。疲れたな。そうそうさん、あれ、滑ったんで仕事します。うん。働いた方がいい。働こう。のりこ P さん、www。うん、仕事しよう。マーカさん、のんちゃん喜んでくれた www。 電波不足。何食べよう。のりこ P さんの逆三角の。
じゃあ俺も放送終わりにするわ。ありがとうございました。最後3分間皆さんお茶爆よろしくお願いします。有料アイテム投げてじゃあお疲れ様です。ありがとうございます。今日の放送終わりにします。マーカさん、カズミツさんもうちにいるときはメガネかけないのね。いや、かけるかける。お疲れ様から微笑んでいる顔かけるよ、うん、マーカさん、お疲れ様です。はい、お疲れ様、ありがとうね。ボン2つの赤い簡単譜さん、うん、ボンありがとうね。タイムキーパーいつもありがとう、助かってます。ありがとうね、お疲れ様。毎日走るの辛いけど頑張ろうね、試合までね、いい試合ができるように。会場で沸かせようぜ、一番いい試合やってやろうぜ。マーカさん頑張ってください。頑張ろう。じゃあ皆さんも風邪ひかないようにね、寒いから。ありがとう、お茶ありがとう。島さん、初見さんは3点設定よろしくお願いします。簡単譜さん、応援するぞメガホン。応援してちょ。じゃあお疲れ様です。バイバイ。